ええー、では、の、ミラクルボーイ、ミ宮田久美です。今日は記念すべき、三十回目、突入です。ゆる。今回の三十回目突入記念、テーマ。鶴岡市立ハグ黒第四小学校を並行して、五年が、経ちます。まもなく五年です。そこで、ハ羽黒四小、いろいろ思い出を語りたいと、思います。まずは。 えグロ黒章といったら、まず、広報でもある、若すぎですね。1年生から6年生の頃の若すんいろいろ読んでみました。まあ、私なんですが、まあ、これなんですね。じゃんけんごっこ。あの時は子供の頃、じゃんけんごっこ、よく遊びましたね、小学校の頃。そしてもう一つは、 歯医者に行った。私、昔ね、あまり痛くないんですけども、歯医者のあのドリルが大の苦手なんですよ。あの、歯医者行った時は、あの子供の頃、歯を抜いてもらって、まあ、歯が抜けましたけども、あの時は本当にもう怖いし、痛いし、もう、なんて言ったらいいんだろう。今、まあ、高校生の頃だけども、歯医者には行ってないんですけども、 現在は高校生の頃ね久しぶりに歯医者行ったんですよドリルも何もせず歯の治療を行っただけあの子を修正する治療今ほら見てみちょっと欠けてはいるけどもう大丈夫大丈夫歯は放っておくと大変なことになるので気をつけましょうねでは小学校の2年生の頃の若すぎはなんだか見てみましょう まず小学校1年生の写真からほらね小学校1年生の頃の写真いっぱいあるね思い出に残るしね先生は確かともみ先生だったかなごめんなさいがプライベートなんでしまあいろいろ春夏秋冬のいろんな思い出あってね 勉強になるでは2年生の頃まあ水泳が大好きなんですね私プラスワンでまあ小学生の頃プラスワンで水泳習い始めました2年生か1年生の頃習い始めてまあ個人メドレーまで行きましたまあ水泳大会にも出た経験はないけども 確かに私にとっては頑張った方かなと思います。小学中学高校の時は含めてまあ英語も習ってました。私英語も得意です。英検3級は持ってますけども12級ととぎたかったです。何回も起きたけど落ちてしまってね大変でしたねそりゃ難しいしもう自分にとってはもう。 スランプですね。確かに。えー、っと、私が書いたものですね。小学校3年生。羽黒さんの探検ですね。私、羽黒さん。確かに登りました。まさに、出羽のミラクルボーイ。いや、デアさんざんのミラクルボーイですね。 まあいろいろ読んで勉強になりましたしまあ羽生さんの勉強まあいい修行になったかなと思います続いて小学4年生の時私同じ東山の3つ年下の女の子がいてね今大学行くかどうか分かりませんけどもねさすがですよあの時守っていただいたりと守ったりとかいろいろしたいけど 大変な思いになりましたね。うん。あ、私の絵ですね、これ。ほら。十二支のおせち料理。まさかこれが表紙になるとは思いませんでした。小学校、子供の頃は。小学校4年生の頃ね。それはですね。友達の家に初めて遊びに行った本ね。 なんかえ下手くそすぎますね私 <laughs> ほら下手くそ私にとっては遊びに行った思い出も確かにあるんですね自分も次は小学校5年生の頃まあは見てくださいほらあまり陸上は出れなかったけどね 私、昔の力士ベスト3書いたんですよ。昔、1位は、アミン、朝サシ私、朝サ龍大好きです。昔。まあ、今はですね、朝サ龍のウいュいて宝昇龍今、十両におりますが、新入幕、いや、横綱目指して頑張ってほしいですね。そのついでに、アミニ式キ関ですね。今は、味川親方ですけども。まあ、年長、頑張ってますね。相撲は生きがいですね。 そして3位は元横綱春馬富士です。確か、あの、3年前くらいね、春馬富士傷害事件でしたね、あの、ビール瓶っていうのは確かに嘘ですね。素手やリモコンで殴ったのは確か。先に乗ったあのシャンパンは確か手から滑り落ちてね、あれは驚きました。春馬富士があんなことになるとは思いませんでした。それで結局引退になりました。 春馬まふじさん、頑張ってほしかったけど、残念ですね、正直。でも、春馬富士の相撲もいいですね。その前の秋場所で優勝した、最後の優勝はもう涙、涙が出ましたね。覚えてますね。一方で、私が書いた作文は、まあ、宮沢賢治の本を読んでですね、私、昔、 小学校5年生の頃、宮沢賢治の本も読みますね、いろいろ。まあ、宮沢賢治ミュージアムにも行きたかったですけども、き行けなかったです。ぜひ行きたいです。ほら、先生と似顔絵、すごいでしょ誰かいたかわかりませんけども。すごいね。そして最後は、小学校6年生の頃。ああ。 思い出としてはまあいろいろありますけどね私の小学校6年生私ってオペレーター天狗役はもう驚きましたねすごいですねちょっと詩を読んでみます僕が持っているもの三浦拓夢これ昔の話読んでみます僕が持っているものは仲間協力して仕事をする隊の仲間 一緒に学校に来る登校の仲間やろうと誘ってくれる将棋の仲間次に温かい心誰かがどんでいる時大丈夫と聞いてあげる困っている人がいたら助けてあげるこれは勇気ですね、うん、覚えておいてくださいそして本自分のお金で買ったドラえもんの本家でも勉強できるように買った外国語の本うんうん 最後に思い出の写真は、やまびこ発表の写真、6年間のオペレーターの写真、感謝のついの写真、僕はたくさん持っているんだな持ってる男といえばあのハンカチ王子斎藤佑樹投手、それが海が、海のおかげで私、詩を書きました。まず拍手をお願いします。みんな拍手。感動して涙が出ますね。 最後の詩は何んて書いたかまあうちはブルーベリーのことを書いてありますし暮らしの文章にも載せました私,はうち私のうちはブルーベリー農家でブルーベリーの栽培をしています他にもいろいろな柿やプチウェール米などいろいろ栽培してます手伝いはしますけども私大の苦手なのはカエルですねカエルは大の苦手ですカビつく 噛みつくわけないか。怖いですし、触れないです。見るのも嫌ですね、全部。確かに嫌ですね。若杉の本、これで以上でございます。ここからは思い出を語ります。えー。いろいろ思い出あるけども、その思い出、まずは学校の歴史。ほら。 ちょっとごめんなさい。<laughs> えっと、「鶴岡のおじさんが始まったのは昭和49年から」。ここから始まって手紙は途切れてしまったけども復活し、「鶴岡のおじさんの本を」。 私読みましたねいろいろ思い出に残る本でたくさんの本で涙が出ますねこれが神戸幼少の効果効果えー、っと続きまして ハングロ4章の校舎。まあ人数は少ないですけどね。私のクラスではまあ9人しかいませんでした。私も入れて。寂しい気持ちあったけども、中学高校につれいろいろお友達ができました。社会人になってもお友達になりました。最近ではボーリング選手、プロボーヤともお友達になれて本当に嬉しいじゃん。 これが、羽黒4章です。一年の思い出は、まあ、いろいろありますけども、スポーツテストはもちろん、羽黒4章、昔あった羽黒4章、地どう会、陸上記録会山、5年生になると山の集い、6年生は修学旅行、私の時代は、まあ、仙台、松島に行きましたね。2011年ですね。 10年ですね。11年は確か東日本大震災が起きました。松島、そして仙台市はもう被災されてましたね。確かに悲しい気持ちですけども、日本にとってはまあ団結力です。精一杯応援したいと思います。合算登壇や水泳記録会、祖父母サッカー、他にもまあ、学校の柱の一つ、全校オペレッタがあります。 オペレーターはまあ懐かしいですし、劇を、劇ですね、オペレーターは。はい。えー、感謝の集い、おじさん祭り、スキー教室、お別れ集会など、いろいろな行事にありました。さらには、まあは関係ないですけども、小玉の、半黒岩大四地区活動センターではまあ、小玉秋の家やクリスマス会など、いろいろ行いました。 今でもやってとは思いますが楽しい思い出だったり悲しい思い出だったりつらい思い出などいろいろ詰まってました話しててもう涙が止まりませんまだ他にも思い出があるんです鶴岡のおじさんこれですね懐かしい まあいろいろありますけども毎月毎月図書費いただくのお金、ね、送っていただき本当に感謝しています確かに貴景勝の言葉感謝の気持ちと思いやりを大切にしないとですねそこまで頑張ってるからこそいい本が読めたからですえー、っと 続いてはこれですね、平行記念式典、ちょっと一部だけ特別にお見せします。えー、いろいろありますね。昔は上野神殿分校と近野分校がありましたね。先に廃止上野分校が廃止したんです昭和40年。 一方の近藤文庫は昭和40年に半黒調律泉小学校近藤文庫廃止になって、そこから半黒大調律第四小学校が生まれました。いろいろありまして懐かしいですし、平成の時代は、えー、いろいろありますが、鶴岡市になったのが、えー、平成17年10月。 鶴岡市誕生で、鶴岡市立羽生第四小学校となりました。羽生第四小学校並行になったのが。平成二十八年三月。そこから、広瀬小学校。羽生第四小か、三小学校と合併して、広瀬小学校になりました。それ、そこで。現在は令和二年です。令和二年、今年で羽生四小なくなって、五年が経ちます。 まあ思い出そいっぱい詰まってはおりますいろいろですね思い出の校舎をご覧くださいこれが校舎です懐かしいでしょ思い出もいっぱいあります確かに思い出がいっぱいあってほらバックウェイ最近の 最近ではないけども4書なくなるまでも寂しい気持ちになりましたうん読んでみるとまあ振り返ればつらかったこともさ嬉しかったこともいろいろありましたねうん感動感動ありがとうと言いたいうん。 これが津岡のおじさんの正体ですまあ今野庄司さんえー、その当時は当時68歳現在はえー、70歳を超えておりますし元気ですね頑張ってますねまあ卒業生の名簿 私さああたしは確かにここらへんぽいですねよく見るとちょっと体重太ったかなうんわか,かりませんけど次はじゃあこれが教職員の名簿です 一部違うところもございますけども、こんな感じです。いろんな先生方、ありがとうございます。本当に感謝しております。<laughs> これからも、ではのミラクルボーイ、ミラタクモをどうぞよろしくお願いします。キングタクチャンネルやってますので、どんどん登録してください。 今日は涙もろい話なんですが、これにて以上でございます。2月16日、あのハングロ4章が亡くなった場所のハングロ第4地区活動センター、新しい場所であります。今年は何かが変わります。えー、種目はもちろん場所もハングロ第4地区活動センターです。今まではハングロの町民体育館で行ってましたが、今年からはもう違います。 ハグロ第四区活動センター新しくできたところで行います。東山の選手募集中です。どんどん来てください。お客さんもぜひ、そよぎそよぎ、来てください。それでは以上でございます。それじゃあ、さようならバイバイ